なんかクソ動画だな、本当に。パリやつねって言って終わったよ。30分経ったから、あ、30分経ったから、ちょっとしょんべい行ってくるわ。いや、もう最近、なんかもう適当に動画撮ってやろうみたいなさ、魂胆が見え見えっていうか、別に適当にやるつもりないんだけど、なんか動画撮ってたいなーって思っちゃって。おもちてね。ラッパ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 ルオハウハウウェディルダディル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 ションベン行ってきた。話すことないのにさ、動画撮ってさ、マジで日記だもん。いや、ワンピース面白いなって話で。まあ、固定ファンのさ、え、でも固定ファンってよくよく考えたら本当にいるの？もう丸々先生のファンだから読むっているのかな。小田先生クラスになったらあるかもしれない。だってもうあるとは思うんだけど、ナルトがめちゃくちゃ面白いから見てるわけじゃん。ワンピースって、まあでもそれもあんのかもな。でもどうだろうな。でもやっぱ途中でやっぱ見んのやめんじゃない。でも、むずくない？だって映画、漫画批評みたいのできないじゃん、素人って。なんかみんなさ、ネットに転がってる漫画批評マン撮ってつけてやってるような人とか、それを見て、あ、こんな感じで批評するのかみたいに見てるだけで、本当にさ、これが面白いか面白くないかどうかっていうのは見極められないよね。でも、面白いっていうのはやっぱわかるよね、チェンソーマンとかも。あ、面白いな。とか、呪術廻戦も。あ、面白いな。ってのは分かるけど、分かるんだが、でもがっかりしたのはずらしなのか分かんないんだけど、友達になった引きこもりみたいのと一緒に行かなかったのちょっとイラってきた。え、何のために出したのって思っちゃって、ムカついたな。なんかコビーポジションなのかな。違うだろ。だって別に主人公がさ、体弱いやつなんだよ。だってほぼ同じじゃん。連れてくだろ。おい！おい！いやでも俺あれでちょっとショック受けちゃって。え？って思った、本当に。でもやっぱ漫画としての才能全くないんだろうな、あの人ね。
いや違う、やっぱ絵なのかな、あの人の才能って。どっちかっつうとやっぱりね、絵なんだろうね結局。なんかすごい憎たらしくなってきた俺、うん、なんかアニマンチャンネルとか見てたらまとめでサマハチ。いやでもなんかやっぱ編集者って大事だね。やっぱあんなにさつまんない漫画描くやつでもさ、あのちゃんと導いたらめっちゃ面白いもんが作れるってわけじゃん、ナルトみたいな。いやでもさ、でも結局はそんな面白くないんだよね。なんか。うん。でもナルトは面白いと思うな。でもいいや、ナルトは見んのやめとくわ。もうこれで。いやー、小田先生も怖いわ、ちょっと。でもドレスローザとかホールケーキアイランドってちょっと長かっただけだけどめちゃくちゃ面白いけどな。でもペドロやっぱ死んじゃったんかな。まあビブルカードには死んだって書いてあるが、あのビブルカードの情報は当てにしないでください。ふーんくらいでいいですあれは。あと俺は全部ビブルカードが間違った情報のやつしか持ってないので、俺マジで切れてる。何が情報差し替えて、本当俺嫌だわ。全部買ったんだよ。もう、俺もうビブルカード見損なったわ。ね。でもあれじゃん。もう結局あれでしょ、あの人たちが監修してるんでしょ。でもその人たちの責任なんかな。でも分からない情報は分からないってなるじゃん。読者に任せるなよ、よくよく考えたら。何考えてんだよ。読者に任せたのか。すごい雑だな。まあでもそこまではしてないと思いますけど、まあビブルカードの情報ね。読者に任せるのっておかしいよ。狂ってるわ。俺はよくわかんない金儲けの道具に利用されました。苦節10年であの出来だからね。まあそもそもファンブックっていうのがワンピースが完全に終わらないと無理だと思う。先生忙しいし、いろいろ資料データとかも全部だから、ちゃんとしたのまた作ってほしいね。ちゃんとしたアニメを作るように、ちゃんとしたビブルカード作ってください。本当に図鑑みたいにしっかりとした情報が載ってほしい。パーフェクトビブルカードみたいなさ、マジで年表しっかり書いてあるみたいな。払いてよ。めっちゃ払いてある。寒いわ。めちゃくちゃ間違ってんのは面白いよ、やっぱり。オーズだって、オーズジュニアの身長38メートルから60メートルになったからね。おい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 ってなっちゃって、何も信じれないじゃん俺。何を信じればいいの。
マッソにーん。なんかさ、小手先の笑いしかしなくなっちゃって、まあ、俺、まあ今おじいちゃんにいろいろあってね、おじいちゃん死んじゃって疲れてんだよ。でもやっぱ漫画って面白いなって思う。アニメってさ、当たりはすごくいいんだよ、やっぱり。本当に、この作品が好きでリスペクトがこもってて。で、なおかつ熱量もあって。で、解釈がしっかりしてて。いや、まあ技術もあって。で、お金も時間も足りてる。まあ足りてるってことはないと思うんだよ、結局。やっぱりね。じっくり作らないとダメだよね、物って。ビジネスでやろうとするのは、作った後でいいと思うんだよ、やっぱり。いいものが出来上がらないとビジネスにはならないんだよ。秘密の刃めちゃくちゃすごい。なんか延々の消防隊は、そんなだったな。なんか違ったわ、やっぱり。まあ、俺が結構好きなシーンだったけど。なんか違った。漫画の方がかっこいいよ。あとなんだろうな、声が全体的にこんな声かなって思って。なんか違うわ。うん。縁の消防隊。まあ俺縁の消防隊そんな好きじゃないんだよな。悪いが。でも最近あったドラゴンとアーサー編と来週から始まるのか、まあ、で今週からかな、今週から始まるあのマジアーサー教会イベはちょっとワクワクしてる。ドラゴンとアーサーっていうやつが出てくるんですけど、それはおもろい、おもろかった、普通に好きだった。なんかよくわかんないムーンライト仮面とか出てきて、それは良かった、おもろかった。まあでもそもそもバーンズ大隊長とね、あの二人が戦うのも面白いし、最近は面白いね、やっぱり。うん。俺が一番好きなシーンだったからな、あのテレビでやったのは。結構めちゃくちゃ好きな、なんかよくわかんない、高速、超高速理論で、めっちゃやるよってシーンは、なんかよくわかんないけど好きで。でも俺一つ許せないのは、最近出てきたシスターが振動の能力を作ってんの。俺白ひげ大好きだから、あんなクソババアが、あの振動の力を使わないでほしい。うん。あんなモブみたいなババアに使わすなよってちょっと思っちゃった。やっぱあの振動の能力ってもう格がもう白ひげって存在が出てしまったんで、やっぱ炎とか結局めっちゃいるから、別にいいのよ。もう白ひげの能力だぞ。振動。振動っていっぱいあってもグラグラ。まあ、全然違うんだろうけどさ。やっぱグラグラの格好さって尋常じゃなくね。ワンピースのあれってやばいでしょ。ジジイとしてもかっこいいし、強キャラとしてもやっぱかっこいい。男としてもかっこいい。で、能力の解釈もすげえ、強え。最高のキャラなんですよ、白ひげってやっぱり。で、俺も白ひげも黒ひげもどっちも好きなんですよ。まあ、そもそも黒ひげもんのザ・海賊って感じがいいんですよね。うん。すごい、どっちもあるのがいいんですよね。大物なんだけど、ちょっと小物みたいなところみたいな。そのもう王道すぎますよね、あれは。海賊すぎていいのって思っちゃった、2年後出てきた時。でももうなんかもう海賊すぎる衣装でさ、もう明らかになんかさ、シンデレラに出てくるなんかフック船長のに船員にいるやつみたいな、おとぎ話に出てくるようなおじさんが隣にいてさ、あれ笑ったわ。あ、もうぶっちゃけ黒ひげは最高です。はい。
で白ひげもやっぱりいいですよ。あ、ちょっとうざいな、リモコンが。まあ白ひげも黒ひげも好きです。まあルフィも言わずもがな好き、ゾロも好き、ミホークも好き、まあサンジもそりゃ好きよ、チョッパーも好きだし、ウソップも好きだしね、フランキーも好きだな、ロビンも好きだし、まあブルックも好きだし、ビッグマンもカイドウも好き、まあキッドもね好きだしね。最悪の世代でもなんだかんだ言ってさ、ウルージいいよね、やっぱムキムキ系の力、まあ、あの能力がムキムキの身なのかわかんないけど、ムキになってムキムキになるみたいな、そういう感じなのかな。うん、そういうダジャレがかかってんのかもね。通常では得られないパワーを得るために一応ムキになる、自分が痛さで怒らなきゃいけないみたいな、まあ痛さを貯めること、まあダメージを蓄積することによって強くなるみたいな。一番好きなキャラクターなんだろうな、やっぱ白ひげだな。もう王道だけどやっぱりなぎなたかっこいいなって思うし、なんだかんだ言ってスタイル意外にいいんだよね、白ひげって。あと黒ひげの面々も好きですよ。なんかみんななんかネットでザコそうとか言ってるけど、ひどいわ。でも俺好きですよ。ああ、もうこいつはもうマジでやべえやつなの。女子供容赦なくぶっ殺すやつらなんだろうなって顔してるので。本当に、あ、やばいなこいつだっていうのが分かるじゃん。カタリーナ・デボンとかさ、バスコ・ショットとかさ、ね、アーバン・ピサロだっけ、なんだっけ、悪性を、なんとかみたいなやつもいるし、シリューもいるし。いや、悪役の顔すごくない？あれ。あ、こいつら絶対に悪いやつだって思うくらいに、まあ、囚人服着てるからっていうけども、顔が邪悪に満ちてるっていうかさ、あーこいつら本当に海賊なんだなっていう。あ、まあ、半分犯罪者ですけど、まあ、強いよね、絶対にあいつらは。強いしさ、なんか濃すぎて使ってきてさ、やってきそうなやつだから、やばいなって思う。でも俺はあいつはよくわからん。サンファンウルフはなんかでかすぎてよくわからん。悪いとか悪くないとかよくわからん。でも初期メンツは何とも言えないよね。やっぱ怖いのはさ、ラフィットじゃん。ラフィットさ、ほほほぶち殺しますよみたいなこと言ってたけど、うん、あいつはなんか度が過ぎる暴力ってなんだろうね。やっぱ保安課っていうくらいだから、なんかちょっと横断歩道を無視しただけで殺すみたいなことするようなやつなんかな。うん。ね。もうそういうやばいやつなんだろうね。ほんのちょっとでもルールを破ったら殺すみたいな。そういうやばいやつなのかな。どうやつなんだろうね。黒ひげのストーリーも面白そうだな。バンオーガーも凄そうだし。音声だぞ、音声。異名が、まあ、バンオーガーの動きは千陸って名前です、多分ね。千陸ってかっけえな。いや大丈夫だよね、バンオーガー千陸で合ってるよな。戦力だ。でも多分ビブルガードになっちゃうから、そんなどやれねえわ。何どうやってんだ俺。
いた。すごいね。むちゃくちゃなひげしてもやっぱ黒ひげの個性でぶっ潰されるわ。うん、めちゃキモいひげしてんのに黒ひげの個性強すぎじゃないか。口洗です。トレクルで番号が見に来たわ。番号がいるかな。トリクルの画質ってクソ悪いけどさ、かっけえよなと思ったら、バンオーガーの絵はさ、アイコン結構、アイコンはかっけえのにさ、めちゃくちゃダセえな、絵が。尋常じゃなくてダセえ。ウルージもなんかよく、あの、オリジナル技持ってるね、アラカン崩しっていう。うん、基本的にトリクルのキャラね、オリジナル技使ってるやつが何かいるんで、一応インガザルシしか出してないんですよ。うん、技はウルージアラカン崩しってのもあります。はい、俺ウルージね、正月のも当ててんのよ。俺ウルージにそこそこ愛されてます。年が明けましたなってボイス付きのウルージが、やっぱウルージネタ結構強いんだな。あ、違う、俺音消してんだ今。まあボイスだけでいいや。冗談でもありがたい。あ、鳥肌立ったわ、もうウルージボイスで。ウルジストのためじゃん、もう最高かよ。ボイス結構いいボイスだな、やっぱり。でもさ、ハロウィンエースの音が明らかにネズミ男。もう古谷さんだっけ、あの人。古谷さんじゃないけど、あのね、もう声優忘れてる。エース、そんな声じゃないから。うん、ネズミ男になってんのよ。ネズミ男のエース男のエース男。まあ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 、エース男ってすごそうですね。うん、もう全体的にすごそう。エースなんでエース男、まあ言っちゃうよね。ネズミ男って言ったらエース男って言っちゃう。喉詰まったガリトンゴーンが。喋りながら飯食うのダメだ。飯だと思ってます、俺、とんがりコーンのこと。だって、ね、トウモロコシだし。じゃあね、馬刺しを解凍してるの忘れたんで、あざした。